市長の内田です。市民の皆様には新型コロナウイルス感染症拡大防止にご協力をいただきありがとうございます。8月2日から8月31日まで千葉県に緊急事態宣言が発出されました。市ではこれまで緊急事態宣言が発出された場合、近隣などからの人流を防ぐため、公共施設の閉館などを行ってまいりましたが、 熱中症対策や夏休み期間中の子どもたちの居場所を考慮し現在開館している公共施設は閉館しないことといたしましたしかし調理実習室などの感染リスクの高い部屋につきましては貸出を中止するなどできるだけ事前予約や利用人数の制限を行い感染拡大の防止に努めてまいります イベントの実施につきましては相談や学校教育生活や健康維持のために必要な事業のみとしその他のイベント等は規模にかかわらず中止いたします市民の皆様には引き続き不要不急の外出の自粛とうつらないうつさない行動の徹底をお願いいたしますワクチンを接種した方も接種していない方も にに社会生活を営んでいくことになります引き続きマスクの着用や手洗いなどの感染拡大防止にご協力をいただくとともにワクチンを接種していないことによる不当な取り扱いや差別をすることのないよう一人一人がお互いを思いやる行動をお願いいたします。